正明寺は、愛知県岡崎市、藤川町にある浄土州西山深草派の寺院。三号は元、松山。本尊は、阿弥陀如来。1568年、宝蔵寺教、大洞里市の隠居寺として創建された。1601年、稲中寺国印城で、寺領三国を廃領された。1604年、三河国総建地で総武業、余熱聖門より、 下田、上下畑三丹三世余りを上地とされた。天馬制度により設置された藤川塾は、1648年に山中号から住民を移し、茅やの市条村が東隣して、正式に成立する。照名寺はこの時に現在地に移転再建された。同年の徳川家光衆院廃領寺に住職が、病気で散布できなかったため衆院城を廃領できなかったが、 祈願の結果、代々は府不良大官から、領主女地の扱いを受けた。藤川塾には、旗子が少なく、旅人の多い時は、宿内の公園寺、阿弥陀寺、特製寺と共に、旗子の代行をしたことが、東海道宿村対外町に出ている。2014年8月1日、彫刻の木造阿弥陀如来座像が、県の文化財に指定された。毎年八月十四日に、 延命小安地蔵祭りと呼ばれる祭事が行われる。1866年に地蔵像が祀られた頃に始められたと伝えられる。1985年に地蔵祭りを実施するための地蔵会が発足した。当日は朝8時より近隣の団家神と小中学生が集まりお堂の清掃と準備を行う。日中は 白色の七如来の旗七本が吊るされた本堂内で地蔵尊蔵への祈願会が再興され、境内では持ち投げや縁日が出され賑わう。夕方、地蔵堂の前に集まり住職の土胸と共にお参り。その後、境内にござを敷いて夕食をとり、子供たちは花火を行う。翌日の片付けに参加する子供は寺におこもりをする。ありがとうございます。